はい、どうも、野生クラブでございます。今年2回目の行者ニンニク計測です。前回の動画から約2週間が経ったんですが、見ても分かるように雪がだいぶ溶けて、今、この崖、この雪山を移動して今、崖の方、こうやって登ってきたんですけど、ですね、行者ニンニクなんですけど、ちっちゃい芽が確認できますね。場所で言うとあれですね。まだ出てきたばっかりっぽいので、まだ早いかなって感じなんですが、これが出たということはもうそろそろ出てもおかしくないということなので、結構いい感じだと思います。でこんな感じでもうこういう斜面、下が谷側になってて、ちょっとね危ない場所なんですけど、ちょっとまあこれから少しもうちょっとぐるっと、さっきの崖があそこなんですよ。ここが多いっすっけ。川。行者ニンニク鳴ってますね。ただこれはちょっとちっちゃすぎるんで撮んないんですけど、よくこうやって見ると、あっちの崖の上に結構鳴ってるんですよ。ただちょっとあそこは危険なんで、まあそこは撮らないですけど。かわいいですね。やちるっすね。鹿が食った後雪があって、もうどこに足場があるかわかんないんで、遠回りして帰ります。ここはもうちょっと溶けないと、ここに取れない。綺麗ですね。